シュートメゾウ県は、かつて、中国に存在した県。現在の甘縮省部位市一帯に位置した。両州の地所で、十六国前領と功労の都となった。他、南領と北領も、都を置いたことがあり、五領ことと称される。元は郷土が築いた城塞であり、二蔵が天下して、シュートメゾウとなったとされる。城が、竜の形をしていたことから、河竜城とも呼ばれる。 全館になると、造権が置かれ、文軍に属した。五館に入ると、文軍の地所となった。漢族、京、京都ら多様な民族が雑居しており、東西公益の要衝であったため火星において、浮遊となった。三国隆の第二、領州の地所となった。進むの栄安四元年に、長期が領州志士,士となると、宗戸部像から領州を収めた。 八王の乱による戦乱を避けて、中原の人士が領州へ移住し、シュート留像は、漢族文化の重要な拠点、仏学東電の要期となった。進むが当選すると善良の都となり、元来あったシュート留、像上の外に城壁を四つ築き、文化と経済が繁栄した。マス平二十年、建元十二年に善良が全身に滅ぼされると、七千余度が、戦勝帝の命によって、 関中に移住させられた。たやす元年に旅行が領収支士となると、翌たやす二年に自立して、功労を立て、止め像をととした。西域から来た高層熊ら重がこの地で公共し、仏教が大いに栄えた。広志市八年、五神の文官邸から領収支士に任じられた南領の慶王が止め像に進駐し、貨幣元年に学徒からを移した。 嘉平三年、永安十年に、北梁の竹吉王が、平三万を率いて、目、像を攻略した。元初め元年に、町駅から塔を移し、目像の南に位置する、天橋小山に大仏像を建立した。竹吉王から国史と仰がれた、西域像の曇り無神は、大発音半業など十数部の経典を訳出した。上和七年、太延五年に、 北儀が北領を下すと、目、増城内の二十四万戸を収めた。目増県は、臨中県と改名されたが、武衣軍の地所であり続けた。随末当初に、力が梁を建てるとそのととし、東大は都番に占領された。新大に武県と改名された。ありがとうございます。